ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで前回前回の終わりぐらいに新しく団員寮がどうのこうのって言ったと思うんやけど、どうですか？あ、団員寮建てる資材はもう集まっとんか。じゃあ団員寮を作る仲間はテイリア氷雪島に住むアイスゴーレム。じゃあこれとりあえず報告しとこう。はい、確かに資材をいただきました。間違いありません。ありがとうございます。こちらで建物の材料が揃いました。ありがとうございます。ってことであとは作るための仲間テイリア氷雪島行ってきます。さあ行こうぜ行こうぜ。まだマヤ自身はねレベル20は超えてないんよね。あれかな、前のあれどこやったっけ、どこでお宝探し、迷宮、流玉の迷宮か。あそこはレベル20前後ぐらいのが多かったんかな。まあ、20超えてからぐらいで行きますか。テイリア氷雪島には物語の鍵となった大事なもののお宝が隠されているようだブー。物語の鍵？何それ何それ全然わからんけど、とりあえず行きますか。え、お宝って言ったけんあれよね、アイスゴーレムのことではないってことよね。物語の鍵となる大事なお宝って、アイスゴーレムってどこにおるんやろう。どの辺かな。え、何のマークもないんやけど、今見える範囲には。え、なんか、あ、違う、こっち全然違うね。ここか、この大陸か。え、何のマークもなくない？ちょっと待って、メニュークエストで団本部クエスト、団員寮の建設、アイスゴーレム、これで場所は？でも別にあれをやったけんってないな。どこにいるんだアイスゴーレム。全然見当つかん感じ。今まで、てかこの島何のサブ系もない？今のところ。おいー、ちゃんと記してくれないと。そういうのちゃんと記してくれないと困るんですけど。何、どこ、下？銀色の宝箱がどっかに出たん、あった。いいよ、とりあえず拾っときますか。あ、そこにもなんか宝箱あるやん。とりあえず銀色の宝箱とそこのジャンク、きっといいものだぞ。服だ服だね、これね、ザバダン、敵単体に水属性の小ダメージを与える。あ、てか今回もさ、なんか他にも出とる？こっち？どこどこ？どこ？上？わからん。わからん。わからんぞ。とりあえず適当に進んでいくか。あ、風船！よし。これで何個目かな、風船。何？アイスゴーレムおった？違うよね。違うよね。これってさ、アイスゴーレムなら誰でもいいってこと？それともまたなんか、キャラクター名みたいなのがあるってこと？なんかあそこ燃えてない？モンスターか。何が燃えとんかと思った。あ、銀色の宝箱。あ、わからんかったらわからんかったであれか。とりあえず適当にお宝だけ集めて帰って迷宮にチャレンジしますか。あ、キメラじゃない？色違いの他のやつかもしれんけど。アイスゴーレムおるよ。これでいいってこと？あ、待って、風船、これでいいってことかな。イエーイ。
仲間になれよ。あ、お宝。お宝。やめてよ、落とさないで。よしよし。え、全然スカウトできてないけど。ちょ、待って、避けとこ。後で仲間に。やったー、スカウト成功。何が必要かな。まあ、あれか。名前とかが出てなくて、サブクエのマークもついてないってことは、どのアイスゴーレムでもいいってことなのだろう、と勝手に予想しとく。あそこにジャンクあるよ、ジャンク。拾ってくか、とりあえず。まあ、ジャンク、あれよね、普通に、玉とかやったり、あとレシピの時もあるしね。なんか今回銀の宝箱多いな。その代わり全く金の宝箱のマークが出ないんですけど。これは何だ。何あれ。あ、マーク出たやん。どこだ。こっちではないかね。キングスライムも仲間にしたいんやけど。キングスライムってスカウトしたことなかったっけ。何出るかな。ザバダン、またしても。やっぱさ、あれよね。うわ、すげえ。何スライムはね、1体は必要な気がするんよな、連れ歩くの。まあ、別にスライムじゃなくてもジャンプができるんならいいんやけどさ。まあそんなモンスタースライム系以外にもあるんかどうか知らんけど、今までね必ずスライム系やったけん。2段ジャンプ、キングスライム。でててててて。いてててて。いや、まあ、レベル27ぐらいなら、いけんことはないでしょう。えいえいえい。えいえいえい。キングスライム欲しい。ベホイムとのアイテムあんだけしか回復できんのや。溶けた溶けた。全然スカウトできん。全くスカウトできんのやけど。どこ宝箱。どこだどこだ。お、近いぞ。こっち、この岩の上とかかな。あ、クイーンスライム欲しいな。お、近いぞ。ほら、この辺じゃない。絶対この辺やって。え、でもあれだな、赤くならんな。ってことは違うんか。またキングスライムおったよ。なんか強そう。ええ。あれ、どこ行った。え、キングスライムどこ行った。ああ、おったおった、びっくりした。急激におらん。いて、めっちゃ吹き飛ばすやん。はあ、間違えた。探索連携やった、これ。ロマン技を出したつもりだったんだけど。いけー、シューティングスター。どや、全然スカウトできんやん。どういうことよ。痛い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 。仲間を復活だブ。え、待って、誰にそんなやられてんの。そろそろ帰って鑑定するブ。そろそろ帰って鑑定するブ。待って待って、私がやられたんですが。くっ。え、でもこれスカウトしたやつはちゃんとスカウトできとんかな。そうかそうか、スライムやけんと思ってね。え、スライムっていうだけでちょっと舐めてかかっとったけど、レベルが高かったね。まあ一旦戻ってちょっとスカウトできとるかどうか見よう。スカウトできとってもちょっと素材が足りん可能性があるけど、スカウトするための。おかえりなさい。何、団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれた。ありがとう。ありがとな。イエーイ、ビアンカがピカピカに。よし。んで、ちょっとスカウトできたかどうかをちょっと見ておこう。できたかな、できてなかったりして。
できてないんじゃないこれ。応募が来てます。おい、アイスゴーレムおらんやないか。なんてこと。他に何か利用されますか。いや大丈夫です。よし、流玉の迷宮に行ってみようかね。行こう行こう。またメタル系のモンスターとかが出たらね、前よりかはまたさらにレベルが上がるはずやけん。だって前レベル何ぼとかやったんかな、忘れた。でも今より低かったよね。今より低くて一応ボスまではたどり着けたけん、まあいけるでしょう。きっと。ですよね。くっそ、レベル25ぐらいないといかんかな。リトライ。さあ出てサブクエこなしていこう。てかなんかさ、クエストのとこびっくりマークついてないけど、なんかある？食べ人クエ、ブリサはキラーパンサーか。キラーパンサー何がいるんやっけ。キバトギステーキ、キバトギステーキ。ニャゴスとお宝探し勝負に、あー天下一品ね。ツナマンベニシ、あーなるほどなるほど。今19、あでも結構割っとるな。うんうん。で日課クエ、宝の地図、派遣クエ、何派遣クエスト、あー派遣クエストね。お宝いただきクフィ砂漠島、帰ってきた第一派遣隊から暁組の野営を見つけたと報告を受けた。制限時間内にクフィ砂漠島へ行き敵を倒したお宝をいただこう。これ行くや、クフィ砂漠島ね。行ってくるわ、やっつけてくるわ。お、なんか早速早速宝箱のマークが。ライバル団を見つけて倒そう。とりあえずあれですよ。結構距離あるな。え、これは待って、もう一個のここ行った方が良くない？確実によね。だってここなんやろ。移動しよう。よし行こう。どの辺だ？結構近かったよね。あ、あれや、134。いけるいける。方角的にこういうところにありそうな感じがする。ん？あれ宝箱かな？違う？お、やったー、ゲットー。イェーイ。まあ、なんとなく見渡して方角見ただけで、あの辺かなーみたいな目星がつく場所はあるね。やったぜ！何これ、スパナ？ではなく、宝箱じゃないな。壺か、あれは。ま、じゃあ、とりあえず、行きますか。今、夜やけん、みんな寝よるね。え、場所的には、あっち、道なりに行ってたどり着くんかな。え、待ってよ、どこだ？ちょっと待って、一旦。地図。ん？これは、どこから行けるんだ？これは、道なのか？ああ、道か。え、こっち？この道を道なりに行きよったらたどり着くってことかな。誰が歌ってんだ。ああ。めっちゃ穴とか開いてるし。え、これは。待って、どこだ？こっちか。え、上？上っぽくない？私めっちゃ下がっていきよるけど。上だな。あの岩のところへんから行った方がいいってことか。え、だってさ、私今、あれやん。二段ジャンプとか、ハイジャンプとかないわけやん。絶対上から行った方がいいよね。上からで、
あのドラキーの滑空使った方が良くない？え、でもまずこの岩どうやって登るよ。なんか遠回りしたら岩上まで登れそうな感じあるかな。さっきのさ、あ、一応宝箱は持っとんか今。ちょ、一旦帰るわ。はい。まだ狙われとる？拠点。どんなお宝かな？とりあえずこの2つ持ち帰った。かわいい。かわいい。エロスの弓。おお、すごいやん。100万超えたよ。ハートマークの飾り模様が可愛らしい弓。108万。やっぱスパナや。巨大。え、すごいやん。148万いったんですけど、工具のスパナを大きくしたような武器。え、やばい。しかも片方は高級やけど、もう片方普通やのにな。この2つだけで。なんかすごく平和なんやけど。めちゃくちゃ平和なんやけど、なんか何事もなかったですけど、みたいな感じにしか見えないよ。とりあえず、スライム系一体割れていくか。発見。派遣だな。戻っているぞ。はい。やっと帰れた。あれ、順番に派遣したのに真ん中はあれなんやな。え、スライム系もしかしてみんな、派遣で行ってます？あ、ホイップゴーストの像、かわいい。8万。どこかの世界のモンスターの像。お宝ダンジョン発見。ただいまー。おかえりー。こっちは成功ね。そんだけ。そんだけ。どうしよっかなー。とりあえずまあ派遣行き先はどこだ。で旅立って行ってもらっといて。どこも低いな。いいのか。出発だ。一丁行ってみるか。で、ちょっと派遣する前にパーティー編成で、サーチいらんよな。レベル的にはあれなんですけど、正直マジでサーチはいらんのよね。ちょっと待って。強さ的にはベスターの方か。じゃあこっち行きますか。どんなようだ。よし、じゃあ行きます。宝の地図、ファスカル島行こうぜ行こうぜ。これでもうあれじゃない、行けるんじゃない。もう一回クフィ砂漠島行こうや。さーて行きますか。下に降りるよ。いやー、なんかもともとね、そこまで大事に思ってなかったけど、ジャンプって大事なんやな。っていうのを、なんかね、ここのところ、めちゃくちゃ思う。サンドワンダラー。で、この辺からやったら、あれ、うえい、流される。めっちゃ流される。超流される。メタルハンター。いてよいてよ。暁組、いざ参るんです。あ、やっつけたの、すごい。ね、暁組やって、暁組。頑張ってやっつけようで。あ、そっかそっか。この旗を取れば。何あいつ。ね、あのギガンテス。兜つけとるよ。痛い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 。兜つけとるよ、あいつ。一応やってみよう。無理な気がするけど。おい、あとちょっとやってやんけ、守れよ。あ、今の生け取ったかもしれん。うわ、ちょ、怖いんですけど、何それ何それ。あ、もうギガンテスだけ。
じゃあ私これ旗引っこ抜くよ。いけるやろ、頑張って唐突に抜けた。イエーイ、赤月組に勝利した。敵が持っていたお宝をいただいた。ね、金色の宝箱はないの、全部銀やんちゃんと長押しが必要なんで、ね、はい、イエーイ。なになに、さっきなんか書いてなかった、気のせい。イエーイ。あ、シモーヌに渡したって出てきたんか。ふぅ、やっつけたよ、やっつけたよ。焼き焼き。さあ、これで次、あの辺のやつは何なんかな。あ、これか。なんか端っこの方。アネモア親衛隊を手助けしよう。あ、ここまだ、行ったことのない駅があるんや。なるほど。これ一旦、ちょ、飛んで行ってみる？行きます。とりあえず、これで飛んでって、そこに、何？入れる穴があるのか？これは穴か？穴っぽいね。あ、いけるいける。んで、よっ。そこにも気流が。この気流に乗って行きよったら、スススッとつくんかな？うわ、気流だらけや。すげえ。最高。飛んでけー。間に落ちとるジャンクも気になるんやけど、とりあえずは、飛んでいって、なんかいっぱいいる。なんかいっぱいいる。ちょ、見つからないで、君たち。これ下通っていけるんかな？こっち行こう、こっち。なるべくあの危なくない道で行こうぜ。こう落ちる？いや落ちないな、大丈夫やね。道になっとる？お、あれかな、駅。あれっぽくない？あ、びっくりした。なんか穴みたいなとこに落ちよった。なんかすごいね。結構私この歌歌えるの好きなんやけど、可愛くない？あそこにも風船がある。あれも撃ち落としたいね。あれ何？なんか骨の中にモヤモヤっとしたやつなんかあることない？あれ狙えんかな。ここからやけん完全に照準を合わせることはちょっと難しそうなんやけど、あ、くっそ無理だ無理だ。あそこにおるドラキーちょっとレベル高いけんさ。お、あの岩の上とかかな。あのドラキーにはちょっと近寄りたくないんですけど。あ、でもこのぐらいの距離なら大きいんか。ねえ、よるし、ちょうど。多分この辺じゃないかと、思うんよね。どうすか？え、違うの？この辺じゃない？あれ？黄色くなったな。この岩の上じゃないの？どこどこどこ？どこ？え？何？あ、びっくりした。なんだあれって思う。え、もしかしてドラキーのおる木の下？やめてよ。そこはちょっとむずいな。え、絶対そういうことよね。なんか強そう。大丈夫か？待てよ、駅に行こう、駅に、もう駅に行こう。そこの駅でとりあえず一旦駅ボットに話しかけてみようや。よ、どうも、僕はトラム、アネモア親衛隊のルーキーさ。アネモア様に遺跡の調査を任されてるんだ。すごいだろ。ところがちょっと困ったことになった。島にある石碑を調べなきゃならないんだけど、さっぱり見つからなくてさ。実は方向音痴なんだ、僕って。君はそういうの得意そうだよね。悪いけど手伝ってくれないかな。見つけたやつじゃない？手伝ってくれたなら調査中に手に入れて珍しい鍵をプレゼントするよ。まあじゃあ、でももう一回あそこにたどり着ける気がしないんだが。手伝ってくれるんだね。
調べてほしい石碑は3つあるんだ。まずこの島の砂泣きの荒野とマスカル大風穴の2つ。マスカル大風穴ってやつかな、なんか穴の中にあったよね。それともう一つはテーリア氷雪島のスタール氷岩にあるらしいんだ。石碑を見つけたら書かれている内容を全部僕に教えてくれるかい？頼んだよ。お礼だってするからさ、よろしく頼んだよ。やあ。頼んだよ。これってさ、すでに調べとるやつとかはさ反映されん感じですか？何も反映されてない。辛い。でも絶対あれよね。くそー。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。デザートソイルを渡せる。はい。ゴーレムを駅員として紹介しよう。ほうほうほう。この辺にゴーレムおる？大体なんか近場におるよね。ブラドコーツはちょっとないんやけどさ。手元にないんやけどさ。とりあえずあれを撃ちたい。くっそ届かねえか。どの辺からなら届くんかな。あ、届いた。やったね。やったやった、イエーイ。よしよし。じゃあ一旦さ、あの木のとこ行って、木のとこ行って宝箱を見つけてみん。絶対この木のとこやろう。ほら、なんか強そう。ね、これ掘ってさ、即逃げようや。よし、じゃあ掘り寄せた。やられないで、ドラキーにやられないで。うわ、すげえ。これお、なんか、あ、これで全員レベル20達成。帰ろ。ワクワク。え、これあれじゃない、全部象じゃない？イエティの象、かわいい。モーモンの象、かわいい。僧侶の象、かっこ3もある。まあいろんなのがあるけど、神の力を借りて傷ついた人々を癒す聖職者の象、レジェンド来たよ。すごくない？初なんやけど。やったぜ。主人公の像1や1。すごくない？575万。すごい。伝説の勇者の血を引く者の像。自分でさ、なんかこの宝箱掘り出して見つけたやつに関しては一番最高額じゃない？天下一品やん。やべえ。天下一品1個でよかったよね。え、さすがに1個よね。違う？頑張りましょう。総額アップです。さすがに1個でよかったよね。天下一品ゲットするの。今ランク6の一発お宝ハンターやけど、ランク7生かしてお宝ハンター団やったー。さもやランクが上がりましたね。イエーイ。いいねいいね。